こんにちは平井博明です今回の動画はですね一番得意分野のクラブの特徴をお話しさせていただきます、えっと、そもそもクラブをですね、えー、どういう特徴があって理解していなくてこう誰かに勧められたから使ってるとかですね、えっと、14本のクラブにそもそも流れがないっていう方なんかは。 あのぜひ見ていただければと思いますしあのそれぞれクラブの形とかですねによって特徴なんかもすっごく変わってきますそれも細かく今説明していきたいと思いますので最後までご視聴ください平井博明のワンナップゴルフ四つありまして、えー、まず一つ目ドライバー二つ目ミューティリティ三つ目アイアン四つ目ウエッジ この4つをですね、一つずつ詳しく解説していきたいと思います。まず早速行っていきましょう。ドライバーから行きます。一つ目です。ドライバー。まずドライバーというのは1打目に打つクラブですね。一番飛ぶクラブです。で、ドライバーの特徴としてはヘッドが一番その大きいですよね。まあ何て言うんですかね。ヘッドのこう位置が振ってる時に分かりやすかったりするんですけども。 ドライバーでどういうドライバーを皆さん選んでます？かっこいい、うんうん、飛ぶ <laughs> まあ大事ですよね。そうなんですけども、あのドライバーってやっぱりロフトがあってロフトがあるってあれですよね。初心者の方なんかわかんないですよね。最近のこうドライバーですとまあ10度から11度ぐらいがすごくいいロフトですね。優しい。 やっぱりあのスピン量がだんだん減ってきてるんですクラブが。で性能が良くなってきてるんで反発がいいですねこうヘッドに当たった時の球離れが早いのでなかなかこうコントロールしづらいです。でそれがやっぱりあのボールがフェースクラブに当たって飛んでくまでの時間っていうのが長ければ長いほどくっついてればくっついてるほどコントロールっていうのはしやすいです。 それが一番操作しやすいのが,ロフトがあるという条件になりますもちろんボールの質とかあのヘッドの材質によってももちろん変わってくるんですけども一番わかりやすすいのはロフトですこのロフトがまあ11度とか、まあ、12度ぐらいあっても今のドライバーでは全然吹き上がらないのでそれぐらいこうハイロフトになってる方がすごく優しいです。 で特にあの最近のこう海外のブランドとかのドライバーですと捕まらないって言います、まあ、左に行きづらい右に飛んでってしまう球が出やすいんですねなのであのちゃんと球を捕まえてこう左に飛ばしてあげられるようなヘッドを選んでいただいた方が絶対いいと思いますだから本当は X とか S とか R とかって硬さありますよねフレックス。 フレックスが表示してない方がいいんですえ、何お前 R 使ってんの ?X 使ってんのなんて言っちゃうとあ、何 S S ダメなのみたいな風になっちゃうので打ってフィーリングがいいシャフトが一番いいに決まってるんです数字とかですねこう表示にとらわれないで打った方がいいです で自分がやっぱり打ちやすくて一番フィーリングがいいクラブがもちろんいいですそれは全てのクラブに当てはまります男は8度とかですね男は X とかですそういうのいらないんですよあのやっぱり打って再現性が高いクラブっていうのが一番いいですあとはドライバーのこうクラブの長さですよねその中でもじゃあ一般的なのはなんだよと言うとですね 45インチから45.5インチぐらいの長さその間の長さの最近のクラブすごくカーボンも良くなってきてるんで R とかでも全然こうしっかりしてるんですよなので45インチから45.5インチの R という硬さですレギュラーですねレギュラーのレギュラーフレックスのロフトが10.5度から11.5度ぐらいの間。 これ結構良くないですか？何も優しくて打てねえよっていう人いると思うんですけども。僕ちなみにあのレディースのクラブで全然いい球出ます。あの優しいクラブはいつ打ってもいいよ。という考えでいいと思います。何もスコアカードにバーディー取って難しいクラブで打ったって書かないですよね。そうなので、やっぱり最小スコアで回れた方がいいんです。そのホールなんで優しいクラブの方が。 いいです余計な気ぃ使わない方がいいのでなのでドライバーはそれぐらいのスペックが結構おすすめです次にユーティリティ行ってみたいと思いますユッティーはですねこういったハイブリッドクラブウッド型ユーティリティってまあ言われてますけどもこういうユーティリティとアイアン型のユーティリティですねこういうクラブと2タイプユーティリティにはあります。 でユーティリティーそもそも何ということですけどもウッドがちょっと苦手なんだよなとかですねいやアイアンロングアイアンがちょっと苦手なんだよなっていう方とかですねそういう方にピッタリですもっと詳しく言いますとロンングアイアイよりりもがが上がりやすいでもヘアウェイウッドよりも優しくて球が吹き上がらないで。 中段道ぐらいでで飛んでいきますよとそういうボールをこう打ちたいなという方はすごくこのユーティリティィリリハイブリッドクラブっていうのはおすすめしますクラブセッティングなんかにもよりますけどもゴルフ始めた方とか初心者の方なんかは1番ウッド4番ウッド7番ウッド3番ユーティリティ五5番ユーティリティで6番アイヤンから下を入れていただいたりすると あすごくいいセッティングだな間が均等に埋まってるなっていう感じはありますウッドがこう打ってみて得意だよっていう方は9番ウッドとか入れていただいたりしてもいいと思いますけどもウッドより短いんですよハイブリッドクラブユーティリティっていうのはなのでミート率はまあ断然に高いですよね。かといってもっと短いアイアンノーンはじゃあミート率いいのかって言ったらロングアイアンの部類に入ってきますのでミート率これもまた低いですよね。 なので、本当にその間をこう埋めてくれるようなあのモグロ複雑的な役割ですかね。ちょっと違いますかね。そうなので、あのこういうハイブリッドクラブっていうのはすごく打ってみるとあ意外と楽だなという印象があります。で、これも先ほどのドライバーと一緒で、やっぱりオーバースペックっていうのは良くないです。せっかく楽をしようとしてクラブを。 使っているのでやっぱり優しいセッティングの方がそれはいいですよねで次にアイアンをいきたいと思いますアイアンがですねちょっと長くなってしまうかもしれないですけどもまあ一般的にアイアンは三種類ありますまずポケットキャビティですねここがですねバックフェイスのここがポケットになってます穴がえぐれてるんですねちょっとこう穴が開いてるというかこう 中にこううゴミが入りそでですすねそ<う>ちゃんととしないとダメないクラブですこポケットキャビティっていうのとこの普通のキャビティタイプキャビティバッグっていう穴は開いてないんですけども、まあ、えぐれてますよというタイプ一番多いですかね今モデル的にはこういうキャビティバッグのクラブは一番多いです次にはマッスルバックフラットバックこれはフラットバック平らなやつなんですけどもマッスルバッグっていうのはもうちょっとこう肉がコクッとっ 後ろにこう出てるやつなんですけどもこれはもうまっ平らなんで、まあ、これはフラットバックっていう、まあ、えぐれてないやつ、まあ、松山くんなんかもこういうタイプのブレードタイプのアイアンを使ってますね。でじゃあこれで何がこう3タイプで違うのというとですねまずこのポケットキャビティというのはまあ単純に重心を下に持ってってます。上がこうえぐれててたりして ソールも厚かったりして重心をかなり下に持ってってるんで球が上がりやすいですよ低重心なんで球が上がりやすいですよというタイプのアイアンになりますなのでロングアイアンだけあのこういう風にポケットキャビティを入れてる方なんかは結構いらっしゃいますねはいでメリットデメリットがありましてまあもちろんメリットは優しいですでデメリットというのは球がヘッドスピードある方なんか打つとちょっとこうめくれるというかこうふけやすいっていう ちょっと飛ばないかなっていう感じの印象が多分ある持ってる方いらっしゃると思うんですけども、ちょっと弾が軽くなるなんであのー、ちょっとロングアイアンを優しく打ちたいなという方なんかはこのポケットキャビティをロングアイアンで切れるのはおすすめします。はい、次にえっ、ー、とキャビティタイプ普通のまあ、一般的なブレードタイプですよね。こういうタイプっていうのは本当にピッチングからロングアイアンまあアイアン全部このモデル使っておけばまあ間違いはないなというもう本当中間的なモデル。 になります本当に難しくもなく優しくもないちゃんとしたしっかりした球が打てますよとプロなんかでもこういうブレードタイプキャビティの使っている方がまあ一番多いかもしれないですねでアマチュアの方なんかもこういうキャビティタイプが一番多いと思います本当にあのオーソドックスなあの球も出ますし打ちやすくてなおかつ球もそんなに軽くないという印象のクラブになってます。なんででまあ一番おすすめですめかね、はいこの 最後にこういう系統のクラブというのは、えー、とまず重心がですねさっきのポケットキャビティとキャビテと普通のキャビティとですね比べると芯の位置が上なんですねフラットバックマッスルバックというのは上なのでどういうメリットがあるかというと球が吹けづらいんです上がりづらい。 まあ逆を言えば球を押し込めるこう強い球を打ちやすいあとはまあコントロールをしやすいという面でもこのマッッッッスルババククフラト全てそれぞれ特徴がもちろんあるんですけども先ほど言った芯の位置が違うんですけどもどういうふうにじゃそもそも打ったらいいかというとこういうフラットバックの場合は球を 上から潰さないともちろん芯の上に当たらないのでボールを上から潰すような意識で打たないとちゃんとした球が出ないですで先ほどのポケットキャビティというのは芯が下にありますので打ち込んでいったら上に打ち込むとボールって上に当たるので。 上に当たるともちちろん芯外れて打ちますので全然飛ばないですでよく僕練習場とかで、まあ、レッスンしてても聞いたりするのがターフを取りに行くター,フターフって分かんない方いらっしゃると思うんですけどちょっと説明するとボールの先に芝生ボコンってこうビーチサンダルみたいに飛びますよねあれターフって言うんですけどもあれを取りに行っちゃう人いるんですよ自分から。あれ絶対ダメですからねターフっていうのは 取るもんじゃなくて取れるものですなのでああいう風に自分からターフを取りいっちゃうっていうのは良くないですしかもポケットキャビティとかでやっちゃったらもういい球は絶対出ませんねなのでターフを取っていい条件はこういうブレードタイプとかこういうマッスルバックとかですねこういうタイプのアイアンでまあ打ち込んでいくならそれなりにいい球は出ます けども、ユーティリティとか優しいクラブで打ち込みに行って打つと球というのは暴れますのでその辺はお気を付けください次にウエッジいきますウエッジもですね実はこのマッスルバックタイプとかキャビティバックタイプとかってあるんですけどもやっぱりこうそれぞれ特徴がありますでウエッジで皆さんあの一番気になるのってコンコンツッツ,ッツッバックスピンですよね バックスピンがかかけたいとか僕も聞いたことあるんですけどもバックスピンはどんなクラブでも条件が揃えばほぼほぼぼかかりますあの本当にそのメーカーの一番トップグレードのウェッジを使ってそのメーカーのトップグレードのボールを使うとスピンというのはある程度誰でもかかります。あとは 距離ですよね遠ければ遠いほどフルショットになればなるほどスピンは多くかかりますのでなるべくウエッジでまあ、670ヤード打ったらこう少しは戻ったりはするのであのカチカチのボールとかはダメですよ柔らかいこうソフトタイプとかですねそういうスピン系のボールを使えばスピンはかかってきますで、まあウエッジの,もあの話に戻りますけどもウエッジはほとんどバックフェイスのデザインって変わらないんですほとんどこっちのタイプのバックフェイスのデザインの ウエッジが多いですただまれにこういうキャビティっていうかえぐれてるタイプのウエッジもあるんですけどもえぐれてるタイプっていうのはこういうえぐれてないタイプに比べてスピン量は少ないです重心がこうえぐれてるんで重心が下に来るんですよ重心って下に来れば来るほどスピンは少ないんです重心が高ければ高いほどスピンは多いですなのであのよく 14とかですねタイトリストの冒険ーーウェッジなんかはフェイスのこっち側が厚くてこっち側が薄くなってるんですよ。それは重心を上げてスピンを増やすそういう設計になってるんでもともとこっちが太くなってるんでスピンが普通のこういう同じ太さの厚さのウェッジよりもスピンは入りやすいです。なのであのそういういいとところこう重心が高いクラブを使ってあげたりすると すごくあとはまあ溝の太さとか溝のの形なんかでもスピン量っていうのは減ってきますであとよく聞くのが同じドライバーからアイアンまで全部同じスイングでしょということって結構言ったことがあったり聞いたことあると思うんですけども先ほどクラブの流れと言いました。で 同じスイングをしていい条件っていうのはドライバーからサンドウェッジの13本が必ず同じキックポイント同じまあグラム数だったりとかですねとにかく流れれがあれば同じスイングでも当たるんですです。もうバラバラドライバーからサンドウェッジまでもうガッチャガチャなセッティングをしちゃうと同じスイングしたらもちろん当たんないのでそのクラブに合ったスイングを一 1個1個出さなきゃいけなくなっちゃうんですなのでクラブの流れというのはすごく大切になるのでどれかそのクラブセッティングの中でこのクラブはいつ打っても当たるんだよねっていうクラブないですか1本ありますよねいやなんかこの子いい子なんだよとかってよく聞くんですけどもあのそのクラブを参考にしてみてください例えばシャフトの重さだったりキックポイントってあるんですよ先調子中調子元調子とかってあるんです そのキックポイントとか、それをまあメモするなんで覚えておいていただいて、その1本当たるよというクラブを基準に前後考えてもらうと、その流れのいいクラブセッティングというのが作りやすくなってきます。なので、そういうクラブを見つけてもらった方がいいですね。例えば、その友達のクラブとか知り合いのクラブを、 あの打った時にいやあいつのクラブなんか打ったらいつも当たるんだよなっていうクラブって必ずあると思うんですよいろんなクラブ打てば打つほどそういうクラブって出てきますのでそういうクラブをチェックしてですねスペックを参考にしていただくそういうことなんかもすごくいいと思います今回の動画なんかはあの僕があのクラブに関しての知識をもう本当に触り程度ですねこうざっと喋ってますけども例えばあの今後ですねリクエストいただけたらもっと この部分に対して詳しいことをちょっと教えてくれないとかですね。そういうのあったら、どんどん言っていただければ。もう本当コアな部分までちょっと言っていきたいと思います。クラブマニアに入りますので、の本当に細かい詳しいところまで。あのやっていけると思いますので、ぜひぜひコメントいただければと思います。で、今回の動画は以上になりますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。<I> said, So, don't want much of baseball. And there was time for crack start. If I get low, you must say it too much.